明日また会いましょう、次はあの場所で、わけもわからず走り出しちゃって、もう迷わないでよね。どこに行くか知らないのに、がむしゃらにバカみたいだったわ。どうせならばいっそこうやって遠回りしないでしょ。やる気の出す方法って何回調べたっけ。小さいコツコツ真面目なタイプじゃないし、早起きも見とぼうセグバイ。妄想は膨らむばかりで、理想とかだけは高くて、楽しそうな誰か見て焦って、今見なくてもいいドラマ見て。見つめて嘘は言わないで、もうやわ